続き七かぐれ戦士のお題。この間の新衣装とかお正月衣装とかそのたびにね、編みタイツを履かせようと試みているんですけど。そうそう、やたるさ、わかんねえ、編みタイツ要素絶対入ってるよ。そう、なかなか振り向いてくれないから、ちょっとこうどうやってね、忍ばせていこうか。いや、ちょっと編みタイツはちょっと恥ずかしい、エッチじゃん、ちょっと恥ずかしいじゃん、ちょっと。編みタイツを履いているな、なぜ下半身か、これか、これね、むちゃさせやがって。これは、これでここに見せつけるやったのか、そういうことかと思った。こういうことか、そういうことか、そういうことね。頑張ったのよ。そういうことか。うまい、うまい、うまい、すごいよ。うまい、これ伝わってる、伝わってる、これ伝わってますよ、これは伝わってる、大正解ですよ、これは。かわいい、めっちゃいいじゃん。これはもう面白かったな。これ見ると負けた感じがする。ダメだ。でもさ、すごいのがさ、見てないはずなのに誰だよ、誰だよ、誰だよ、素晴らしい、もう何だよ、うちの娘よ、ありがとうございます。うるさい人いるんですけど、すごいうるさい音が。でもすごいのがさ、ライフ先生とエリ先生ってさ、お互い見てないはずなのに構図が一緒っていう。ああ、ね、見せるってなったらそうだよね。確かに確かに。すごい、ちょっと似てるっていうね。めっちゃいい。ない。これは素晴らしいわ。これすごい。さんデザインやっぱややこしいな。難しいよね。難しいよね。装飾が多いからね。確かにね。これ右クリックで保存できますからね。できますよ、もう右クリックでね。あ、そうなんだ。運動会の親みたいな方いましたけど。戻ると次への間の A ボタンを押すとね、アニメーションも保存できますので。じゃ続いて、桃式先生のお題。なんだなんだ？パフェを食べにいる夏に、おもみちゃん。おお、また割れたな。あー、かわいい、かわいい、やばい、かわいい、かわいい。パフェを制服。制服か。かわいい、我慢してんのかと思った。なるほどね、我慢してんのかと思った。制服です、制服です。あー、これが書くの大変だったやつだ。そうそうそう、なるほどね。お母さん、すごいわっさりな回答ですよ。わっさりな回答ですね。あやめちゃんがまさかの2ターン。あー、2ターン来ましたね。めっちゃ怖い。エリ先生、なんか書き慣れてない？なんか。え、ちょっとなんかプリクル感じ。確かに。え、初めてですね。初めて書きました。はい。へぇー。あれ、多分、二次創作島にいるから。ああ。かっこいい。うまいわ。しぐれい先生。ずっと。エリに行くと親和性高いわ。あやめちゃん。ね、なんかね。ね、確かに。おい先生のパフェめちゃ美味しそう。あやめちゃんらしい。ね、うまーい。